ハッピードベちゃんテレビ。すごいお腹のおっさんです。グレートタミーマン。本日は、花椒三千さんの萩の月のご紹介です。花椒三千さんの広報さんから動画アップの許可を得ています。いろいろなお菓子があって、美味しそうですね。株式会社花椒三千、花椒三千は、宮城県仙台市青葉区に本社、宮城県柴田郡大河原町に工場を置く和洋菓子の製造販売会社。仙台銘菓、萩の月が看板商品。はい、すごいお腹のおっさんです。今回はですね、萩の月ですね、これお土産でいただきました。これはですね、萩の月とはね、宮城県ですね、仙台のお土産ですね。販売してるんですね、これがね。なんかそうらしいです。萩の月はなんか中にカスタードクリームをカステラに、生生地で包んだっていうね、このお饅頭型のお菓子ということですね。正式名称は仙台銘菓萩の月ということですね。でこれはですね、なんか宝塚歌劇団星組のトップスターレイ誠さんがなんか CM でやってるそうなんです。でこれをね、今日ねお土産でいただいたんで、どんなものかということで、初めてですね食べるのね。ちょっと開けてみて、中身開けてみたいと思います。ここで開けるんだね、これね。仙台の、あ、こんな感じですね。5個入ってました。はーい、ね、そうですね。あ、美味しそう。あ、結構重たいですね、一個一個はね、ボリーミーな形で。こんな感じになってますね。見えるかな。あ、こんな風に書いてありますね、なんかね。あ、結構売ってるんだ。東北だ、東北で販売してるみたいですね、なんかね。まあでも、あ、いろいろお菓子あるんですね、なんかね。こんなお菓子がね、いろいろね。ドン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 。ね、こんな感じで。なんだ？あー、美味しそうなのがいっぱいありますね。伊達絵巻き。あ、これおっさん食べたことあるな、俺もらって昔。まあ、どんな味がするかわかりませんけど、ちょっと開けてみたいと思います。じゃあ一つこれをね、ちょっと開けさせていただきます。ではいただきます。よっ、1個147キロカロリー 56グラムあるそうですね。重たいですよ、結構ね。あら、二重包装、乾燥剤もちゃんと入って、一個一個に。全部高級品ですね。なんか高級感がありますね。値段はいくらかわからないですけど、せっかくいただいたんで。あー、ふわふわしてる。いや、いい、いい、いい。食べてみよう、割ってみよう。どんな感じだ。あー、カスタードクリームだ。いただきます。ん、あ、卵の香りのカスタードクリーム、わ、美味しい。そして大好きなコーラと一緒に。今日はペプシゼロ、一応気使ってゼロにしました。あ、これ美味しいわ。へえ、すごいですよ、カスタードクリームの。あ、これ何個でも食べれちゃう。美味しい。そっか、仙台銘菓の萩の月、花椒仙山っていうんですかね、作ってるのは。花椒三千ですか。花椒仙山ね、花椒三千ですね。仙台銘菓萩の月花椒三千っていうところですね。で、宝塚歌劇団の星組トップスターレイ誠さんが CM に出てるということで。なんか宝塚の合ってる感じですよ。
じゃあもう一個いただきたいと思います。一応今日はねこんな萩の月を、お土産でもらったってことでご紹介させていただきました。めっちゃ美味しいですねこれね、ほんとまた食べたいです。以上です、さよなら。調べたら横浜高島屋で売ってるので買いに行こう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 Please subscribe to my channel。